ってらっしゃい。いってらっしゃい。それ。いつもよりでかいな本当に。ちょっとでかいですね。これねちょっとでかい。うわ増やして魚を増やしてってことができればなって思っていて、まあ、それは、まあ、当初の期間だけではもう魅力すぎるので皆さんがこれが全国に、ね、広がってくれればいいなと思っています。協力の方よろしくお願いします。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。で今度正木灯台付近、この正木灯台付近に1人、ご説明を終わります。総流亭何かご質問等ございますでしょうか。それでは皆さん怪我のないように無理せず活動をお願いいたします。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。だけど晴れてよかったですね。いや晴れてはよかったけど暑い朝はねすごい寒かったんですけど、そうですね、だけど涼しくなってくるといよいよヒラメのシーズンでもありますからね今年釣れるのか今年。いや、そうか大丈夫か。そうですね。あいさん、エミさん、はい。バカでかいシーバスをちゃんと釣ってました。ここら辺でね、ちょっと追いついておかないと年内負け越しそうなんで。ありがとうございます。わざわざこんなところまで。はい。ですか。言っちゃった。怒られちゃった。こういう燃えないゴミが記念物がかりに。はい、お願いします。地引き網とかもいいですね。何が入るのかちょっと見てみたいな。そうですね、見てみたいですよね。小さい時からそうやって海に触れ合えるっていうのがいいですよね。いろんな生き物が。イベントなんですね。その前にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あら釣りゴミが、あらちっちゃいプラスチックゴミが多いですね。たくさんまだまだ半分に達してないよ。いやエクマさんあの序盤の紙ゴミがでかかったんですよ。でカツさん結構入ってる。カツさんすごい。さあ今続々と、ゴミを回収して戻ってきてくださってます。結構集まったかな。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。結構です。おルアー、ルアーボックスから出したんですかそれ。いや、ちゃいますけど いや、一応拾いました。はい、その状態で落ちてたんですね。あ、そう多分引っかかって根がかりかなんかしてそのまま浮き上がってきましたね。だと思います。よかった、回収できましたんで。皆さん、こんにちは。こんにちは。敦賀安藤遠州フィッシングクラブという YouTube をやってます、カツキングバラと申します。でこのマルチバケットに関しては、最終皆さん、お持ち帰りいただいて大丈夫です。これ欲しかったんだよな、ね、最後になりますが、小さなお子様をお連れの方は水辺で、目を離さないようにくれぐれもご注意願います。それでは前の方から順にヒラメの方を取っていただいてこぼさないようにお願いしますね。ガッサーといったらもう全部資料の方で。おお、やば。ちょっとだけ沖からじゃあ逃がそうかな。わ、それはすごい。ちょっとだけ沖からね。
2023年度2回目、ヒラメシューホーリー、皆さんご協力いただいてありがとうございます。じゃあ大きくなってください。ホーリーしましょう。ありがとうございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。これいつもよりでかいな。本当にちょっとでかいですね。はい、はい、いってらっしゃい。あ、同じくです。はい、これで来年きっと、はい、いいことあるんじゃないかな。そういうのじゃないでしょ。もう日本の海が、静岡の海が、日本の海が豊かになってくれればそれでいいじゃない。みんなが今回みたいに、みんなたくさんの人が集まってくれた 1% ってめちゃくちゃでかい。それね、あのこういった活動の中で水盤を守って海を守っていくっていうことがね、ジャクソンさんの力を借りてね、やれてますんで、本当にそこには感謝してます。そして、我々が何か静岡の海に関することができたら、あったらもうこれから何でもやっていくんで、ぜひともまた協力させてください。ありがとうございます。でもこれはでも本当 1% 以上のあれだよね。いや、そうだと思います。本当にありがとうございます。すごい行ったね。ああ、見たいね。今回を開催するにあたり、ご協力いただいた企業様、団体様を代表しまして、静岡市経済局鈴木様より閉会のご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。私、一発実は釣り人なんですね、本当はね、まあ、釣り人であるからにこの海岸がやっぱり綺麗になる、非常に嬉しいことになっていくと思います。で、こういうふうにですね、民間の皆さん、行政の人間、含めてみんなで、やっぱこういうビーチクリーン維持管理していくってことは、すごく大切なことだなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これをもちまして、すべてのスケジュールは終了となります。こちら隣でですね、今、清水港より直送されたマグロ丼のワンコイン販売、限定50食を、閉会後、販売させていただきますので、ぜひご賞味ください。それと、うまいですか。最後になりましたが、株式会社ザクソン主催、ハッシュタグ 1% のソーシャルグッド、美保内浜クリーンアップ活動および稚魚放流にご協力いただきありがとうございました。本日はお疲れ様でした。